じゃあ7キルビクルぐらいでいけたのか。7キルビクルか10キル5位ぐらいか。それで10万もかっこいいけどな、結構ピシャン。この人オーチャードかな。これはいっときますか。いくぜー。ガススターの上が壊されてる。これはガススターあさって100単からガススターの可能性が高い。そしたら展開最近さ、今少し前からあった。おお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 。まあ予想的中って感じですね。最初強いんだよ。おお、また別番。別番の別番の別番。へい。しっかり A回して。お前は誰やねん。あ、あれや、俺がバンテージ。あ、すいません。上にもやべえ、それ。今来るのはそれダメ。切られるんで真似はしないように。特にパッド。まあみんなもね、アリーナをやって上手くなるつもりなら最初の6000に行く前までをめっちゃ頑張った方がいい。始まったシーズン始まってすぐ、シーズン始まってすぐにそれをやることによってみんな6000に上げようとしてるプロとマッチングしやすくなる。プロとかと会いたいって言ったらもういいと思う。あ、強っ。あー、これ友達に嫌われるやつ。真似しないように。初めて1万6000を行った時は嬉しかったなっていう感じは、やっぱね、最高ランクに到達したんだなっていうのはね、アジアにいい成績残したんだなっていうのと同じぐらい嬉しかったかな。だから10万もそのために行きたいっていうのは半分以上ある。マーフィンが行くなら俺も行くしかないでしょみたいな感じだね。うん、ということで10万行こう。この試合で何としてもこの試合で行く。やばくてさ、少しでも上げとかないとやばいと思うが強すぎてさ、俺昨日8000は持ったけど5000以上上げたな。なぜだろ昨日。ちょっと俺昨日ガチでいっぱい上げたよ。それが一番疲れた。バウンサー勝負。
って。来るこの人。これから行っていた。レム良くね今の人。お、目前まで来た。あと74。あと1キルビクルすればいけんじゃないですかこれ。この試合で行かせるならもうビクルしかないのこれ。74でしょ。残り4人でしょ。いや全員倒すはいいけど全員倒した時にはもうビクルだから。この試合で行くんならもうビクロイだね、ほぼビクロイで決めちゃうのか、この試合で。とりあえず資材ねえかな、詰めよう。ここは落ち着いていこう。今みたいに資材めっちゃ使うかもしれないから。さあ、ここでもビクロイじゃないとなくなったぞ。完全にビクロイだぞ、これは。偶然。さあ、この試合でいけんのか、ポニーだと。もうここまでね、いろんな人に協力してもらってやったからね。ここはもう最後決めるしかないでしょ、ビクロイで。最後ビクロイは熱いんじゃないの。勝てば決まる。10万。
ありがとうございます。スナイパーで決めさせていただきました。10万ポイントゲットだぜ、ということでね、10万だけに10切りで締めました。はい、ということでこの動画が少しでもよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは終わりたいと思います。10万